虎とまあつながりたいってことなんですけど、あのどの虎とつながりたいですか。あ、そうですね。あの二、ー、つあります。はい。えじゃあ誰とつながりたいですか。あ、えっとですね。はい。まず林さんとつながりたいです。はあ。はい。うん、それはあの学習塾やってらっしゃるというところ、教育の観点ですね。はい。あとはあのやはりアフリカに対して一緒になってワクワクしながら熱量高く思っていただける方であればつながりたいと思ってます。結論誰ですか。<laughs> そうですね。ちょっと今、それは本当に意地悪な気がする。<laughs> だってわかんないじゃないですか。ね、あの、の皆さんがアフリカと繋がりたいと思ってるかどうかわからん中で、それは結論誰ですかって言われても、答えようないですよ、ねね。久しぶりの出演でなかなか面白い質問ぶっこみ合わせいや。ね、<laughs> いや,ていや、っていうのが、すみません、もう聞き方悪かったですね。っていうのが、まあその、<laughs> あの、まあ、繋、まあ、がって質問の内容とい出たいって言ってて、まあすみません、まあアフリカと繋がりたいそうですよね。ただ、 まあそこも含めて、まあ今までタイガーファンディングたくさん見られたと思うんですけども、まあ実際にその、どの虎が、とやり、こビジネスをしたいかとかって、多分ある程度やっぱ個人的な感想ってあると思うんですよ。それをちょっと聞きたかったっていうので、ごめんなさいね。ちょっと聞き方が悪かったですね。ごめんなさい。うん。いやいや、すいません、そうです。あの、私が今思ってますのは、まさにあの、トムハッピーの、はい、あの、斎藤社長。あの、トムハッピーで大丈夫です。はい。 あと,、えーとまあ、野田さんもきっとアフリカにご興味がおありなんじゃないかなと今感じているんでちょっとね、<laughs> 野田さん、ちょっとかわいそうかも、これは。だって、5人並んでるじゃないですか。それで、あのね、もう林さんの名前は林さんということよりは学習塾の虎だから、えーとね、幸せがあると思って示すのはいいですよ。あとの4人で言っていったら、言われなかった人の要は出す気をなくさせちゃう質問になっちゃうので。はい いや多分今全員、今全員言おうとしてましたね、今、つ <laughs> けてましたけど、5人全員言おうとしてました、今、<laughs> でも確かにおっしゃる通り、はい、それは思いましたそれしかもう、いい回答がないんで、5人つけて、はここでは志願者の味方なので、この質問でもし、ともハッピーと野田さんで止まってしまったら、その北川さんと高田さん、普通人間だったら、うん、俺は仲間外れかと思い僕、かなり興味ありましたけど。 <laughs> だ,だから、だから,だからここはちょ、これはちょっとね、この質問は。なんか、その、それで、こう、僕がこうビジネスする中で、はっきり物言える人って僕好きなんですよ。だから、あの、だから、そこでっていうのを僕はちょっと思いました。だから。<laughs> そんなの言えませんっていうのでもよかったってこと思うですかい言えませんってもえよかったし。反応聞きたかったっていう。そう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 。ただまあ、そこで野田社長とやりたいですって言ったら、わかりましたじゃあ200万でポンって出したんですよ。あら、はははは。 いやいや、ただまあね、いいです。それは人それぞれやしその、それぞれの虎に気を使うっていうのはもう当然のことなんで、はい、すいません、意地悪な質問で。<laughs> 過去最高に意地悪な気がしますす、まあ、意地悪でね <laughs> <laughs> いや、ちょっとね、いや、すいません。